は直してほしいでもないな。コムドットのひろやです。僕はマムギリ君の直してほしいとこ言うんですけど、話を理解してくれないところを直してほしいですね。あ、直らないんです。やっぱり僕が必死に思いを伝えたい時に全力で気持ちを込めて伝えているのに何を言ってるんだみたいな顔をされると、僕としてもちょっと心が痛いのでそこを直してほしいんですけども、だけどあっちゃんの好きなところは心が優しいところですね。ちょっとジュース飲みたいんだけどって言った時に、ジュース買ってきてくれるとか、いやいやパシリすごいなんか優しいなって、その心が優しいからできることなんだって思うんで、すごいね、そこは大好きなのでね、継続してそのまま生きていってほしいと。継続して見知られてくれました。コムドットのアミギです。もうちょっと前だな。バビリモトちゃん。コムドットのアミギです。僕は、コムドットのヤマト君の、直してほしいところを発表したいんですけど、ちょっと直してほしいところ多すぎてどれようかなと思ってるんですけど、教えて1個言うんだったら、最近ちょっと僕に対してガルガラみが多すぎるので、ボディタッチと か、 なんか僕が編集してる時に邪魔をしてきたりとか、なんか最近多々あるんですけども、そこをちょっと直してほしいかななんて思ってたりしてます。はい、しかし、ヤマト君の好きなところ、やっぱ笑った時の、顔ですかね。なんだそれ。笑顔が本当に美しくて、素晴らしくて可愛いんですよ。やっぱそのね、笑顔を見てしまって許しちゃう部分もあるので、そういうところも卑怯かななんて思ったりもしてます。ヤマト君、これからもよろしくね。ありがとう。あざだと思ってた。コムドットのヤマトです。僕は、ゆうた君の直してほしいところ探したんですけど、ないですね、ゆうたは。いいやつな。じゃあ、いいやつとかじゃなくてさ、なんか、結局個性なんですよ。うん、そうそうそうやな。でも直してほしいところが見つからなかったですね、ゆうたくんは。はい。あ、強いて言うなら僕の絡みを拒否するところ。あんじゃねえか。全然あんじゃねえか。いいやつくんな。そう、最近結構拒否されるんですよね、ゆうたくんに。ほんとすごい小さい声で触んなって言われた時は結構悲しいので、それはなしにして OK。 そこの OK の感じとかも結構、ね、ツンデレな感じで沼っちゃうんですよね。ここが好きですっていうところなんですけども、何でもスマートにこなすところが好きです。はい、なんか普通にかっこいいなっていうふうに友達でも思うぐらいスマートなんで、はい、そこが好きです。以上です。コムドットのゆうたです。僕はユーマの、直してほしいところを言うんですけど、ちょっと説明が難しいんですけど、なんか周りにいる人にやってもらうように仕向ける言い方をするところ出ました。出ましたしね。まあ、例えばなんですけど、その換気扇がつけっぱなしの時とか、換気扇消していった方がいいんですかねとかを一回聞いてくること。まあ、消せばいいやと思いながら、まあ、消すんですけど僕が。まあ、そこはね、もういい大人なんで自分で動けるようになってほしいです。好きなところは歌声です。ありがとうございます。うわ、時間時間音好きなだけやん。ごめんね、お邪魔しちゃった。コムドットのゆうまです。僕はヒューガの各地のトイレを代弁でぶっ壊していくときに直してほしいですね。壊したことないわお前。壊したことないだろお前。ふざけんなお前。なんかね、ヒューガくんね、いろんなとこ行ったら、なんか帰りぐらいにトイレに行くんですけど、もう誰も入る人いないですよねっていうのを確認してから代弁をしてるんで、多分トイレぶっ壊してるんじゃないかなって。匂いとかじゃなくて、その量的な問題。はい、そう、いつも壊してんだなって。それ直した方がいいんじゃないかなって。直したらいいんじゃないか思いますね。分けて出します、うん、各地に分けて出して違うトイレ。ヒューガの好きなところは、なんか芯で動いてる感じ、心の芯で動いてる感じがすごいかっこいいなと思うね。いいこと言う。